恋に決まった掟などいらぬ。心が赴くままに自由であるべきじゃ。え、え、神に。まいったまいった。ち、こっから出ていくよ。せっかく陰気な感じでとっても過ごしやすかったのにな。あの肌寒そうな姉ちゃん、またどこかに仕掛けをしてくれないかな。一体どういうことでしょう。やはりこの院の木には何かしらの原因があるみたいだな。あっあっ、なんですかこれ。何かの羽みたいですけど。これはクジャクの羽。え、これはよく燃えている鳳凰の羽か。いやあ、尻尾に燃え移った。セメ様、助けてー。はい、チーズ。よく燃えてますね。いやあ、また尻尾に燃え移った。セメ様、聖は炎、燃え盛る火こそは生きる証。あなたはどうですか、人間。鳳凰。いいえ、私は鳳凰より生まれし火種、鳳凰か。その精をただ燃やし尽くす存在です。さあ、見せてみなさい、その炎を。生きとし生ける者の命を。力を行使せよ、救急に追いつけろ。結構、うん、うん、人間よ、見事です。あなたの命の炎、確かに見せてもらいました。そうですね、特別にその名を聞いておきましょう。私は陰陽師、安倍の生命だ。安倍の生命、実はその輝きを見込んであなたに頼みたいことがあるのです。なら最初からそう言えばいいのに。いつだって命を燃やさざるにはいられない。それが鳳凰より生まれし火種の宿命。とっても迷惑な宿命ですね。なればこそあの者は天敵なのです。近づくことさえはばかられる。あの者、陰陽師を、僕のお社にいるあの者をこの林から連れ出しなさい。同じ人間であるあなたにならそれができるかもしれません。言うだけ言って行っちゃいましたね。林の奥にいる者を連れ出すってどういうこと。むしろあの鳳凰下では連れ出せない、そういう意味に取れたんだ。奥に行ってみるとしよう。何者かが待っているのは間違いない。うん、わかった。うわ、何ですかこれ。あつ、うわ、あつ。ここから先は一人で会いに行け。そういうことだ、鳳凰下よ。あ、生命。これは陰の気がますます強くなっている。そこにいる者、姿を見せろ。夢占いのお告げを信じてここで待つことを長く。やっと来てくださいましたね、運命の君。力を持った占い師と聞き、どんな百鬼夜行の類が出てくるかと思ったら、麗しき女性とは。さて、運命の君とはどういったことだろうか。あら、嬉しいです、そんなに褒めてもらえるの。私の名前は八尾君、ホールの占い師でございます。呪われたこの国、どうかその手で殺めてくださいませ。殺せと言われて、はい、そうですかと頷く通りはないな。はい、生命さんならそう言われると思っていました。名を名乗った覚えはないのかな。なるほど、力を持った占い師というのは間違いないわけか。ならばこそ、なおさらその命を殺めるのは惜しいものだ。うん、困りましたね。それだと八方塞がりです。この林に渦巻く陰の木はあなたが原因なのか。それについては心当たりがありますが、こちらへどうぞ。面白いものをお見せしましょう。ここが鳳凰様のお社です。何や強力な呪術が施してあるな。何者かが成した召喚の呪術陣です。幸い途中で止まっていますが。幸いか、中途半端に術を成したせいでここから陰の気が溢れ出しているようだ。なるほど、この森を包み込む正気はこれが原因だな。その通りです、さすがですね、生命様。いたいた、生命様。もう琥珀を置いてくなんてひどいですよ。こっちの人は。私の名前は八尾国、生命さんに殺めてもらう約束をした女です。どういうこと。さすが生命様、女殺しってやつですね。そんな約束、微塵もした覚えがないのだが、ひとまずこの呪術陣を調べてみるか。鳳凰を祀っているにしては陰気な場所。30年ぶりにここを訪れた時にはすでにこんな感じでした。それ以来夢見のお告げを信じて生命さんを待っていましたが、ほとんど訪れる人もなく、ずっと寂しい思いをしておりました。生命さんが来てくださってよかった。30年ぶりって適当なことを言わないで、そんな年には見えない。そうですね、見えませんよね。あ、そういえば一人だけ訪れた者がいましたよ。はい、つい最近鳳凰様の火種がすぐにどこかへ行ってしまいましたけど、どうも私のことが気に食わなかったみたいですね。ここに開いた陰界の裂け目を利用した召喚呪術陣か。ここまで堅牢に呪術が完成されていると無理に下手もできまい。下手するとどうなるんですか。そうですね、下手しようとしたものを引きずり込むでしょう。そのまま召喚の生贄です。どのみち命はなさそうですね。琥
白はどこから見守ってますね。そもそも力を持ったものでないと下手することはできないと思いますよ。もしくは素直に生贄を捧げてしまうとか。この召喚人の下手方法、生命さんならすでに気づかれていると思いますが。だがそのためには、はい、ですからこの私をしっかり殺めてくださいませ。生贄、生贄をよこせ。まだか、生贄はまだか。待ちくたびれた、早く早く。目覚めよ、時は来た。あら、見つかってしまいましたか。あの召喚呪術陣をここに敷いたものですが、私には心当たりがあります。凍りつくように肌寒い鬼の女、私が近づくと慌てて逃げていきましたが。肌寒い鬼ですか。あそこにいる女も逃げてくれればいいのに。この鳳凰花がまさか凍える羽目になるとは苦手なのです。魂が凍りついたものはその命を燃やすことができない。陰陽師よ、あの者をしっかりこの社から連れ去るのですよ。谢谢光临。小妮，小妮，还是小妮。最后别忘了点赞、关注、评论、收藏、投币。